やあ、せつなけいすけだよ。絶望プリーズ第3章の時間がやってまいりました。第2章でもボロボロな推理を見せたせつなけいすけです。いや、あれはね、ね、犯人を特定するね、質問が手札にやってこなかったからね。言い訳ですけど、そういうことですからね。というわけで、絶望プリーズ。これさ、スタート画面に並んどるこのさ、メンバーたちってさ、大体がさ、犯人だったり、ドッペルゲンガーだったりする人な気がするよな。ルイ君がドッペルゲンガーだった。ここのサイトの二人が、被害者だった。で、まっちゃんがドッペルゲンガーだった。ってことは考え、あと、翼くんも被害者だったって考えて、アブさんは除いて、この先生とこのモヒカンとこのこのロックな女あたりがさ、被害者だったりドッペルゲンガーだったりするんじゃないかっていう、そういうことを気づきました。第3章でこのキャラクターとこのキャラクターが出てきたら、こいつらはドッペルゲンガーおよび被害者だと見て間違いないでしょう。そんな推理しちゃいけない方法で推理している切なけいすけですが、行ってきます。第3章、どっからこっちか。第3章、これ。虎の目にも涙。虎って誰のことだろう。涙する虎。いきなり虎が涙する。第3章、虎の目にも涙。いきなり虎出てきたやん。もう開幕いきなり虎出てきたし。目が満月なんだよな。なぜか目が満月なんだよな。虎というより狼にインスパイアされてきてるな。男出てきた。殺される。いやだ。あららら、来るな。おいなんて食べても美味しくねえぞ。あ、泣いてる。タイトル通り泣いてる。もうタイトル回収してきたよ。ごめんなさい。喋ったー、トラが喋ったー。ごめんなさい、ごめんなさい。喋った。ごめんなさい、ごめんなさい。お前は。やめてくれ、頼むよ。ぐるるるる、うわあ。いや、結局やるんかい、結局食うんかい。ごめんなさいってさ、食べる相手に対してごめんなさいだったん。これから食べる、食べないと私生きられないんだ、だから肉になってごめんなさいって感じだったんか。そういう意味のごめんなさいよ、お前は。違うよ、ごめんなさいじゃないんだよ、ありがとうだよ。俺に食べ物を食べさせてくれる神に感謝、食物に感謝、ありがとう。その精神だよ。ごめんなさいじゃない、ありがとうだ。次につなげるために犠牲になったもらえのありがとうというメッセージ、人間も忘れてはいけません。何の話だよ。よし、じゃあ今日は以上だ。運動部はもうすぐ大会が近いだろうが、くれぐれも問題を起こして出場停止なんかにはなるなよ。それは遠回しに、運動部の誰かが問題を起こして出場停止になる流れですね、これ。フラグですね、先生。へえ、この学園は運動部が盛んなのか。いやー、運動部の皆さんにとっては高校最後の大会が近づいてきましたね。まあ、僕らオカルト部には全くもって縁のない話ですが。確かにな。とか言うてさ、実は素人たちが知らんだけでさ、全国のオカルト部が集まって競い合うようなオカルト部選手権大会みたいなのがあったりするかもしれんからな。素人、もしかしてネットで調べてみたらもしかして出てくるかもしれんけど、調べといた方がいいよ。俺は、ふとあの手紙のことを思い出した。これ以上、邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。邪魔をするなって一体何のことだ。
それに一体誰が青手紙を出したんだ。おい信行、何ぼーっとしてるんだよ。え、今日のお前なんか変だぞ。悩み事でもあるのか。うん、悩み事か。モテすぎて困ってるよ。確かに何か考え事をしていることが多いですよね。そうかな。別に何もないよ。めっちゃ焦ってる。とりあえず青手紙のことはまだみんなには黙っておこう。ただのいたずらなのかもしれないし、変に心配かけるのもな。ふーん、まあそれならいいが。だからで、今日の部活は何をするの？そうだシロ、言ってやれ。今日はファミコンで何のソフトやるんだ？やりませんけど。シロ、お前ファミコンやらないの？お前いつもやるファミコンやらないの？お前どうした？お前もしかして熱でもあんのか？そのことについてなんですが、少し気になる情報が入ったのでみんなに聞いてほしいです。情報？どうしたん？気になる情報？ドッペルゲンガーの事件に関係すること？まだそれはわからないんですが、最近街でヤンキーの方々がボコボコにされる事件が何件も起きてるらしいです。わ、待って、それ絶対スタート画面に出てくるあのあのリーゼントの野郎。あれ、俺冒頭でモヒカンって言ったけど、あれモヒカンとは言わんよな。リーゼントって言うよね。あのオレンジのリーゼントのやつおったな、スタート画面に。あいつ出てくるわ。ってことはあいつ被害者の方だ。ってことは相対的に考えれば、右下にいたロックな女はドッペルゲンガーの可能性が高いな。選択肢出てきたら真っ先に選んじゃおう。ヤンキーがボコボコって、それただの喧嘩じゃないのか？いやいや、それがただの喧嘩じゃないらしいんですよ。噂では大きな獣にやられたって話があるみたいで。大きな獣？はい、どうやらその獣はごめんなさいと何度も謝りながら襲ってくるそうです。ああ、獣が喋るの？何それ、超不気味じゃん。それに大きな獣ってここは都会だよ、そんなのいるわけ。だからこそオカルト部の出番なんですよ。いや、オカルト関係なくない？どっちかって言ったら動物園とかに任せればいいんじゃない？動物園とかさ。こんな奇妙な事件、いかにもオカルトっぽくて面白そうじゃないですか。はあ、またシロの病気が始まった。こうなったら止められないんだよね。もう慣れてきた。もうシロの扱いに慣れてきたからな。もう事件は夜に起きるみたいので、夜にまた集まりましょう。その日の夜。おう、でもこういう街の方に出てくる回なんやな。学校で事件は起こったからな、こう街に来るのもなかなか新鮮やな。ここが夜の街？こんな時間に来たの初めてかも。あ、なんかモアチちゃんの家って門限割と厳しいかもしれんからな。昼の街とは雰囲気が違うし、なんか緊張するね。うん。ルイちゃん、ワンちゃん君なんかメイド喫茶で働いてそうな女の子やもん、涙目。もしここが秋葉原とかだったらさ、結構写真撮ってくださいみたいな感じで、オタクの男たちが集まってくるかもしれないからな、お前は。あんまりうろうろしてるとナンパされるぞ。キスケ君はなんだか夜の街に慣れているみたいだね。俺は夜でもよくこの辺をぶらついてるからな。これはキスケ君のチャラ発言が出ましたね。なんだよそのチャラ発言って。うわー、出た。え、姫、もしかして噂の獣が現れたんじゃ。向こうの路地の裏方から聞こえましたよ。行ってみましょう。いきなりかよ。すごいタイミングよく起きたね。はあ、はあ、こ
これは、ひどい。うわ、めっちゃ血出てるし、横っ腹はえらいえぐられてる。ちょっと病院行かんかったら、これちょっとよ、命に関わるレベルじゃない。大量出血とかで死ぬパターンのやつちゃうそれ。倒れてるの見ての、倒れてるのはヤンキーっぽい人たちばかりだな。ね、死んでないよね。おそらく気絶してるだけだと思いますよ。気絶する前殴るなんてやべえな。いや、殴るっていうか、もう噛みつかれとったぞお前。殴ってあんな傷のつき方あるか。とにかくこの人たちが無事か確かめないと。動物園、動物園は何してるんですか。あと、来たよし、次調査パート。二人やられてるな。大丈夫ですか。一体何が。化け物が。化け物。化け物ってもしかしてシロが言ってた獣のことじゃ。何か特徴は覚えていませんか。低いうなり声、ギラリとした目、大きな牙、それに黄色と黒の縞模様。縞次郎。それとあいつは人間の言葉を喋ってた。何度もごめんなさいって泣いて謝りながら一瞬で思い立ちよう。あ、獣の本能が目覚めたが、ちょっと両親が残っている島次郎の犯行だ、これは。そうか。子供チャレンジのさ、次のステップ、本能に従うが始まってしまったやな。子供チャレンジ。大丈夫ですか。気を失ったみたい。いや、まず110番だよ、これ。110番っていうか119番だよ、これ。110番と119番だよ、とりあえず、早う。シロの言ってた嘘とも一致するね。そうですね。他にも何か手がかりがあるかもしれない。探してみよう。いや、その前に110番と119番だよ。早う、警察と救急車呼びなさい。早う。何自分らで話進めようとしてるんだよ、お前ら。おい、ルイちゃん、気を失ってるみたいじゃないんだよ。はよ、電話してあげなさい。調査が終わってからな。調査しながらっていうか、先に救急車呼べよ。どうしようじゃないんだよ。だから、救急車、警察と救急車をお願いします。警察と救急車。化け物やられてた、うん。そうだな。いろいろ特徴は聞けたんはいいけどね。うん、誰一人として救急車呼ばんな。誰かが呼んでくれるからだろうなと思って自分を呼ばない的なパターンじゃないだろうな、お前。ただ特徴、噛みつかれた跡があるんよな。全員気を失ってるみたいだ。特徴の話は何も調べても何もないんか、この不良どもに関しては。そうか、こっちが気になっとった。これ何、ジャケット。ヤンキーの人たちが着てたもの。ずいぶんボロボロだな。ん？この大きな傷は一体？何かの爪痕のようにも見えますね。あ、なるほど。上着を着とったのを脱いだけんさ、その下着の方じゃ、その引っ掛け傷ってはよくわからんかったんじゃ。血が出てるけど。彼らを襲った化け物がつけたものかな。カランコロン。何か落ちたぞ。これは牙。牙。仮面ライダー牙。すごい、手のひらに置いたら結構な大きさだね。ボロボロのジャケットの爪痕、大きな牙。やっぱり彼らを襲ったのは獣で間違いないかもしれませんね。でもな、そのワインではその牙自身に血がついてないんがちょっと気になる気がするんやけどな。えらい真っ白やな、この牙。なんか知らんけど。なんかさ、人間の仕業やけどさ、獣の仕業に見せかけるためにこういう牙置きましたよ、みたいな。なんかあからさまにさ、この牙をさ、
あの第一発見者に見せようっていう犯人の意図が見えてくるよな俺は。じゃあそのここにその獣がいたってこと？やばいじゃん、早くこんなところ離れようよ。そうだね、一旦バーに戻りましょうか。あいつら邪魔をする気か。わあ、手紙の送り主みたいな感じのことを言ってるな。言ってるやつがいるな。あと牙が手に入ったな。よく見たらちょっと血がついてるように見えるな。ちょっとさ、この辺のピンクのあれってさ、ちょっと血がついてんのかな、読みてら。あ、そうか、このゲームの血って赤じゃなくてピンクだったっけ。血ついてるけど、あの引っかき傷で黒ピンクのつき方はさ、ないだろう。もうちょいべーったりついてそうな気がするんだけどな。偽装工作が怪しいわ。なんか偽装工作してる気がするな。もうちょいべーったりついててもおかしくないと思うよな、俺は。それからしばらくして。俺たちは、バーに戻ってきていた。噂通りだったね。ああ。泣きながらヤンキーを襲う、獣か。獣って、一体どんなやつなんだろう。確か証言によると、その獣の特徴は、低いうなり声、ギラリとした目。それに大きな牙と黄色と黒の縞模様。あ、私分かったかも。え、マジ？ちょっと紙に書くね。ギライとした目、黄色と縞模様で、おまけに大きな牙と大きな爪と牙もついてると。なんかノリノリやな、るいちゃん。すごい笑顔だもん、君。今絵描いてる時の君すごい笑顔だもん。できた、完成。かわいい、かわいいな。サファリパークとかのさ、注意書きとかの看板に書いてほしいなって感じの。ほら、ガオー、しまじろうや、しまじろう。なにこれ、かわいい。これはトラ？おいおい、ピエロの次はトラかよ。でも、みんなの目撃情報から考えると、トラとしか思えないよね。まあ、そうですけど。そもそも動物のドッペルゲンガーなんてありえるの？何でもありえてくるのがこのゲームの世界観やな。けどさ、動物のドッペルゲンガーってね。いや、さすがに動物はありえないだろう。それに泣きながら謝るんだろ。トラは普通喋れないんじゃ。ふふ、喋れるトラもいるかもしれないわよ。話入ってくんなよ、あんた。いや、さすがにそれはありえないと思うけど。まあまあ皆さん、ここで話をしていても拉致が開きません。こういうのは自分の目で確かめてみるのが一番じゃないですか。また夜の街を歩いていれば会うチャンスがあるかもしれませんよ。それはそうだけど、夜の街って言っても探す範囲が広すぎて大変そう。そんな都合よく会えるかな。踊り操作とかどう？ルイちゃんの体にいろいろトラが好きそうなものを巻きつけておびき寄せて、ルイちゃんを踊りにしてトラをおびき出して、そして、ちょっとピンチになったところに俺が入って、やめろ、ルイちゃんに何をするんだって止めに入る。そしたら、説計算素敵ってルイちゃんが言う。二人の距離が縮まる。キスをする。付き合い始める。ラブラブ。いいシナリオですね。ふむ。あ、俺いいアイデア思いついた。アイディア。相手はトラなんだろ。なら餌で釣ればいいんじゃね。ああ、キスケくん、俺と大体似たような感じのことを考えてるね。餌って肉とかそういうの？そうなので釣れるかな。まあ俺に任せろって。
ちょっと待ち、こっち来てくんない？うわ、わざとし？ちょっと、どこに連れて行くんだよ。まあまあ、いいからいいから。これもドッペルゲンガーを見つけるためだと思って。あれ？ルイちゃんじゃなくて、まっちゃんを鳥にするの？あれ？キスケくん、君、ルイちゃんよりもまっちゃん派だったのか。キスケくん、何をするつもりなんだろう。それから数分後。あ、帰ってきた。で、え？マジさん？いや、どっちかって言ったら、マチちゃんよりもさ、ウサギちゃんって感じだったな。え、お前もしかして、あれか。夜、ベッドで、そのパジャマ着て寝てるのか？はあ。キャリーパミパミの PV にできそうやな。なんかお前。一体どうしたのそれ。かわいい。恥ずかしい。まさかキツキが言ってた餌って、これのこと？正解。わあ、これまた天才的なアイディアですね。マジさんを餌に見立てて、虎をおびき寄せるってことですか。さすがキスケくんです。だろ？てか、私が本当に壊れちまったらどうすんだよ。え、その時はキスケくんの両親が慰謝料払います。大丈夫。もし虎が現れたらすぐに俺たちも飛び出すからさ。大船に乗ったつもりでいてください。でもなんかお前らさ、すぐに逃げそうだな。真っ先に逃げそうだもんな、お前ら、虎が現れたら。本当に大丈夫かな？そして、翌日。俺たちは、夜の街に来ていた。では、マジさん、作戦開始です。出動してください。わかったよ。気をつけて。今日はハロウィンではないはずなんだけどな。町の人たちの目線が痛い。あれあれ、かわいいウサギ発見。ヤンキーがそれ言ってるからな。え、ねえ君一人、そんな格好で何してるの？てかすげえかわいいじゃん。もっと顔をよく見せてよ。まずい、これは予想外の展開です。夜のわあ、夜の獣がやってきた。夜の獣がやってきましたね。このままホテルに釣り込まれて、性欲に目覚めた狼が食べるって算段ですね。それはダメだ。虎ではなくヤンキーさんが食いついてしまいました。キスケくん、どうしましょうか。この作戦を提案したのはキスケくんなので、君に全ての責任があると思いますか。そうだよ。もしこれでさ、マチちゃんがお嫁に行けないってなった時はお嫁にもらってあげなよ。お前の責任？お前だって作戦にノリノリだったじゃねえか。二人とも言い争いしてる場合じゃないよ。早くしないとマチさんが危ないよ。あ、このうなり声は目当てのターゲットが来たかな。あそこ、あの目、満月。満月が二つ並んでますげれ。それに黄色と黒の縞模様、鬼太郎スタイル。あれは本当に虎が来たんじゃないですか。めっちゃ涙流してる。開幕めっちゃ涙流してるやん。なんなんこれ。あとどっちかって言ったらシルエットはさ、フクロウなんだよな。ごめんなさい、ごめんなさい。さあ、本当に現れた。わ、なんだてめえ。ごめんなさい、ごめんなさい。島次郎、
何をブツブツ言ってんだ。気持ち悪いな。ごめんなさい、ごめんなさい。俺なんてもう生きてる価値ない。う自己評価低い島次郎だったわ。はっ、 なんだお前。やめろ。おい、バイト容赦ねえな。ごめんなさいって謝ってる場合にはバイト容赦ねえな。こいつ、ごめんなさい、ごめんなさい。うえわあ、この島次郎、言ってることとやってることがギャップがすげえな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。俺だっているだけで周りに迷惑をかける。え、ああ、ですね、言わせてもらっていい？頭にかぶってるそれあんま似合ってないよ。